はい、皆様明けましておめでとうございます。今年も村尾さとしチャンネルどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ早速本年度一発目やっていこうと思います。はい、今回はですね、所持物の原則の3回目ということですね。向山陽一先生の代表的な著書、授業の腕を上げる法則、これがね最初の本ですね。でこれが今出ている新版ということになります。はい、この本の中の第5条ですね、所持物の原則で、今回は、子供を活動させるためには物を与えよう、物ですね、ここのところについてお話ししていこうと思います。はい、子供を活動させるためには場所を与えよう、そして時間を与えよう、そして最後もう一つ物を与えよう、まあ、この3つが必要になってくるわけですね。活動させるときに子供たちに活動させるために場所もないとかね、時間もない、あと何も物がないんじゃね、話にならないわけですね。で今回はこの物です。でこの向山先生の本の中には集会あるいは新聞作りが例に出ていました。まずですね、集会にしろ新聞作りにしろ、相談する時間、作業する時間、この時間ですね、これをちゃんと与えるのはもちろん、必要な用具、つまり物ですね、これを与えましょうというふうにこの本でおっしゃっています。で向山先生のクラスの、まあ、卒業大パーティーっていう実践があるんですね。でこの時の実践についてここに書かれているんですけども、一番すごいのがね、この学校にある用具は全て使ってよいっていうふうに向山先生が指示が出るわけですね。そうすると校長室のソファーとか全部教室に持ち込んで、大パーティーを行うという実践の一部が書かれています。でこのようにですね、もう必要な用具を揃える、この場面で言えばですね、学校にある用具は全て使ってよいという許可をね、下ろしてもいいような段取りをちゃんと先生が作っておくということなんですね。まあ、そうすることで子どもたちは全ての用具を持ち込んでいいんだということで発想がいろいろ広がるわけですよね。この向山先生のねクラスの大パーティーの実践というのは私非常に影響を受けてまして、クラスでね学期末にお楽しみ会するとか、まあ、同じように学年最後のパーティーをするとか、そういう時にですね、まあ、特にこの飾り付けを私のクラスは派手派手にするのが恒例だったんですね。天井にはこうやってね、こう折り紙で鎖みたいなの作ってねつけたり、ミラーボールみたいなのつけたりですね、あるいは周りにいろんな装飾をしました。まあ、これについても全て、まあ、実行委員を募ってね、その実行委員のことを相談してやるんですけども、その装飾担当という子がいてね、全部の計画案を紙に書いてきてもらうんですね。で子供がその計画を書くときに必ずその時にその担当の子に言うのがですね、その仕事を誰が、ね、いつまでにどのくらいやらなければいけないのかをはっきりさせるんだよっていう指導してきました。でそうすると担当になった子はね、何班はこういう飾りをいつまでに作りますというふうに決めてきてくれるんですね。でその時に必要な材料も全部一緒に打ち合わせしてね、揃えて事務室に一緒に行って必要なものだけ取ってきて、でそれを全部分けて、班ごとに分けて、はい、じゃあこれを使っていつまでにこういうものを作ってくださいっていう指示をさせてたんですね。ですからやはりね、この必要な用具、それに必要なハサミやノリとかね、そういうものはまあ各自持ってるわけですけども、まあ、そういうことも見通しに入れて、必要な用具、必要な材料をこちらで担当のことを集めて子どもたちに渡すんですね。で場所もですね、まあ、班ごとで作業しますから、班のグループになって、で時間もしっかり取るわけですね。学活の時間だけじゃ足りなくてね、まあ、若干他の時間を削ってみたりしながらやって、で結果としてこの大パーティー、すごい飾り付けをね、するという実践をしてきました。まあ、間違いなくですね、これはもう時間と場所と物が必要な実践ですね。でこれがないのにね、自分たちで考えなさい、自分たちで工夫しなさいと言って丸投げというのかな、放棄するというのかな、まあ、それはね、とんでもない話ということになりますよね。やっぱり場所と時間と物があるんで子どもたちも活動ができるということの原則ですよね。そういうことがここに書かれています。はい、そしてね、物というのは授業における物というのもあるわけですね。例えば向山先生が例に挙げているのは社会科の授業で言えば資料ですよね。それと同じように理科の授業ではいろんな物が必要になってくるというふうにお書きになっています。物がない理科の授業というのはね、授業とは言えない、理科の授業とは言えないというようなことがねここに書かれていますね。それと図工ですね、図工なんか特に物が必要ですよね。各種の道具、あとねガラクタ類なんかも用意しておく必要があるというふうにお書きになっています。で面白いのはね、向山先生は絵を描かせるときにいつも同じ形の紙ではなくて、
例えば細長い画用紙だとか三角の画用紙、まあ、こういうものをね、ものとして準備することがあるなんていうこともここに書いています。では、まあ、私もですね、作文の授業におけるものって何かな、まあ、原稿用紙とかありますけども、まあ、これはね、見本ですね、例文を刷ったものですね、例文が必ず必要になってくるということですね、まあ、ですからそれも作文の授業におけるものというふうに言えますね。あと社会科ですね、社会科はさっきね、資料っていうのがありましたけど、まあ、資料の一部なんですが、理科と同じでね、物を持ち込むと授業が非常に生き生きしますね、うん、例えば社会科で物というのは、水産業の単元でね、有田先生が本物の魚を持ち込んだなんていう実践もありますね、まあ、そういうものです。私も社会科の授業で物を持ち込んだ経験としてはね、多分あんまり人がやってない実践としては消防着ですね、消防服ですね、あれを一式全部身にまとって教室に入ってったことあります。それは消防服を、まあ、たまたまね、ちょっと友達が持っててですね、それを借りた実践ですね。あるいは5年生の工業の単元で鉄鉱石です、本物の鉄鉱石を当時ね、新日鉄まで行ってもらってきたんですよ、3個ぐらいね、鉄鉱石の本物を教室に持ち込んで授業したこともあります、まあ、そうやってね、社会科は物があると本当に授業がね、楽しくなりますね。あと生活科ですね、2年生の生活科なんか物が本当に必要です。例えば、まあ、おもちゃ作りの単元なんかもありますから、そういう時にね、トイレットペーパーの芯だとかね、あるいはね、ヤクルトの容器だとかね、まあ、そういうものをたくさん、まあ、低学年持ったらね、常日頃自分も揃えておいて、あとお家の方にも早めにね、そういうものを集めておいてくださいって年間を通して見通しを持って、お伝えしておくとね、その時困らずに物が集まるということがありますね。ですから生活科なんかでも明らかに物が必要な教科ということになります。はい、ということでね、今まで3回にわたって所持物の原則についてお話をしてきました。今回は、子どもを活動させるためには物を与えようということですね、まあ、特活系の場合とね、あと授業における物ということで2つに分けてお話をしました。はい、この動画が良かったなと思う方はですね、ぜひチャンネル登録ね、本当にお願いします。いつも待ってますのでよろしくお願いします。あと高評価コメントもお待ちしております。はい、というわけでね、今年第1回目これで終了しますが、今年1年もどうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。